皆さんこんにちは。今回は冷凍庫 PC 検証第4弾、水冷パーツについてです。冷凍庫 PC の CPU クーラーとしてこれまで使ってきた、不凍液水冷の水冷パーツを変えて、冷却性能が変化するかを確認しました。検証の経緯はこれまで行ってきた検証第2弾、第3弾と同じで、低温化による冷却性能悪化の原因把握なんですが、水冷部分は製作当初から懸念点でした。不凍液水冷と呼んでいるように冷媒に自動車用不凍液を使って冷凍庫内でも動かせる本格水冷を作ったわけですが、不凍液って低温化で粘度が上がってしまい、冷媒の循環がしにくくなって冷却的には良くない可能性がありました。一応初めて不凍液水冷を紹介したパート7の時点で冷媒の循環については気にしていたんですが、実はパート11の時に話していないけどちょっと分かったことがありました。あの時の製作時に冷媒循環の確認用に水流計を組み込んだんですが、低温化させるとめちゃくちゃ遅くなっていたんです。ここまで遅いとさすがに冷却が劣化するんじゃないかなぁと不安になり、今回水枕と冷媒を変えて常温と低温の温度環境下で冷却性能の変化を見てみました。ちなみにパート13の時にはポンプも変えるかもと言いましたが、ポンプは見送りました。変更予定だったポンプを使って冷凍庫内で水冷クーラーを組めれば検証したのですが、難しかったのでスルーしました。じゃあ早速ですが今回の動画概要を話します。今回水枕をこれまで使ってきたものからフリーズモッドというメーカーの製品に、冷媒をこれまで使ってきた凍結温度-45°C に調整していたものから -18°C のものと 0°C のもの、 0°C はマンマ水道水なんですが、これらの条件に変えて性能変化を確認しました。で、変えた影響を見るために PC 水冷用の流量計で体積流量を計測しまして、これまでの水枕、冷媒の時の流量から冷媒とかを変えるだけでも結構変化し、さらに低温化させることでむちゃくちゃ落ちていることも数値的に確認できました。そんな低温環境でも冷媒を変えてみたら多少流量は増やすことができまして、水枕、冷媒によって結構流量が変動することが分かったんです。ですが肝心の CPU 温度、冷却性能を表す熱抵抗には大きな変化は見られませんでした。長々話しましたが、結局のところ今回検証した水枕、冷媒は現状の冷凍庫 PC のボトルネックとか重要因子ではないようです。一応水枕を変えると低温環境下で2-4°C CPU 温度を低くなったりもしましたが、まあ数度 C です。今回の結果からいくつか仮説も立てられて、冷媒循環が遅い状況だと水枕が重要になりそうだとか、冷媒を変えて流量が増えても冷却性能が変わらなかったので、おそらくポンプをいいものに変えても効果少なそうだとか、水冷、冷媒、あとおそらくポンプの影響が小さいなら現状の水冷における重要部品はラジエーター側かもとかです。まあいくつか分かったことはありますが、今回の検証で冷却性能が大きく改善できたわけではないので、今回の紹介はさっくりと進めていこうと思いますのでよろしくです。では詳細を見ていきましょう。今回は水枕と冷媒を比較して冷却性能の変化を確認したわけですが、名称が分かりづらいのでこの動画内では次のように呼称します。水枕でこれまで使ってきたものを従来、比較物をフリーズモッド、冷媒でこれまで使ってきたのを冷媒 -45°C、 比較物を冷媒 -18°C 水道水と呼びます。じゃあ水枕から見ていきましょう。まず従来なんですが、Amazon で2000円ほどで売られていた水枕です。いわゆる格安中華品です。冷媒の流れ、流路は片一方からもう片一方に単純に流れる構造になっています。冷媒が熱を受け取る表面にはビルが林立しているみたいに直方体形状のフィンが多数あります。対して比較対象のフリーズモッドはアリエクスプレスで送料込み2500円ほどの商品です。流路は冷媒がすぐにフィンに接触しないで、一旦中央に行ってから2方向に分かれてフィンに当たるという感じです。従来のものと比べると複雑な作りですね。一方でフィンの形状は溝が切られているだけなので比較的単純です。まあどちらが表面積が大きいかはパッと見分かりません。いずれにしても作りは丁寧な製品ですけど、これもいわゆる格安品の部類です。有名メーカーの製品と比べると明らかに違いますし、外観はこんなものですが、実際に水冷として組んで冷媒を流すと流量の違いが出てきます。まず水枕は従来冷媒 -45°C で確認します。これがこれまでの不凍液水冷の基本構成です。で、常温環境下だと
体積流量毎分 2.0 リットルです。水枕をフリーズモッドに変更すると毎分 1.8 リットル 0.2 リットル 10% ほど減りましたね。どうやらフリーズモッドの方が冷媒が流れにくい水枕ってことみたいです。さらに冷凍庫を使って庫内の空気をマイナス9度 C からマイナス11度 C に冷やすと、従来は毎分 0.9 リットルと常温環境下の半分以下になりました。で、フリーズモッドだと毎分 0.6 リットル。さらに遅いです。ちなみに流量計にも水温が表示されているのですが、ディスプレイの発熱でも拾っているのか、高温気味に出ます。私は以前から使っている温度計の数値を参照して流量計のは参考にしていないので、これ以降も特に触れません。さらに冷やしてマイナス16度 C からマイナス18度 C 環境だと、従来は毎分 0.5 リットル。フリーズモッドだと毎分 0.3 リットル。水流計で見ていた時はほぼ止まりかけじゃんって思っていましたが、確かにむちゃくちゃ減っていました。従来の水枕でも低温下で流量が減っていた上に、フリーズモッドにしたことでさらに減ったので、果たして冷却性能はどうなるんだろうか不安になりますが、次は動作確認を見てみましょう。動作確認はこれまでやってきた方法と同じです。低角とオーバークロックの PC 動作において、ベンチマーク時の CPU 温度、消費電力、PC 周りの空気温度を計測し、それらから熱抵抗という数値を計算して、冷却性能を評価しました。ベンチマークはシネベンチ R20。CPU 温度や消費電力を計測するソフトはインテルエクストリームチューニングユーティリティ。空気温度は温度計の数値を参照しています。そんな感じでやってみたんですが、常温環境下における CPU 温度の結果は、大して変わりませんでした。低角動作でもオーバークロック動作でも特段の違いがないですね。熱抵抗で見ても違いは 2-3% です。極端にどちらかが悪い感じはありません。これって水枕を変えたところで現状の構成だと、常温環境では大した影響がないってことを示唆しているんですかね。それともどちらも格安品レベルでどんぶりの背比べ？これだとしたら元も子もないですが。一方で流量に違いがありましたが、この時点では冷却性能に影響が見られない感じですね。引き続き低温にして見ていきましょう。低温環境下だと2から4度 C、フリーズモッドの方が CPU 温度が低い結果でした。熱抵抗で見るとフリーズモッドの方が 4-5% 低いです。さらに低温にすると CPU 温度では 2-3 度 C、フリーズモッドの方が低く、熱抵抗の違いは 5-8% と大きくなっていきました。劇的に良くなった、というわけではありませんが、どうやら水枕は低温環境下になるほど重要になるようです。ただ流量が低かったフリーズモッドが、さらに流量の減る低温環境下で冷却性能が比較的良好という点は謎です。もしかするとフリーズモッドは流量が低くなるほど流れが乱れていて熱交換が活発で、従来よりも効率的に熱を冷媒に伝えていたのかもしれません。まあ推測ですが、次に冷媒の比較を見ていきましょう。冷媒は先ほど話したようにこれまで使ってきた冷媒マイナス45度 C と、冷媒マイナス8度 C、冷媒0度 C こと水道水を比べます。この冷媒は自動灼凍液を水道水で希釈して作ったものです。普通は希釈は精製水だと思うんですけど、この不凍液は水道水指定でした。もう水道水を使って水冷を汲んでいたので、染色とか不純物の積出とか気になりますが比較対象に水道水を入れています。冷媒マイナス18度 C はパート11で紹介した氷蓄熱用に作ったものの流量です。で、冷媒によって凍結温度が異なるので、冷媒の比較は温度環境によって比較できる種類が変わります。常温は全部凍結しないので3種類全部比較できます。マイナス9度 C からマイナス11度 C、これがこの冷凍庫における最も冷えていない設定にした時の温度環境なんですが、ここでは水道水は凍ってしまうので水道水を除外した2種類です。さらに冷やしたマイナス16からマイナス18度 C 環境だと冷媒マイナス18度 C は凍結が不安になってくるので比較していません。ちなみに水枕はフリーズモッドです。先ほどの水枕比較の続きでやっています。さらに言えば冷媒マイナス45度 C の結果自体、先ほどのフリーズモッドのデータの流用です。という感じでやったわけですが、まずは流量の違いを見てみましょう。常温環境下、冷媒マイナス45度 C は先ほどのフリーズモッドのデータを流用して毎分 1.8 リットルです。冷媒マイナス18度 C だと毎分 2.2 リットル、0.4 リットル、20% くらい増加しました。
水道水だと毎分 2.7 リットル。冷媒マイナス45度 C と比べると 0.9 リットル、50% 増えました。冷媒と流量の関係は結構あるみたいですね。じゃあ低温環境も見ていきましょう。マイナス9度 C からマイナス11度 C の低温環境だと、冷媒マイナス45度 C は毎分 0.6 リットル。冷媒マイナス18度 C だと毎分 1.2 リットルです。冷媒マイナス45度 C と比べるとちょうど2倍ですね。低温環境にするとどちらも流量は減少しましたが、不凍液の濃度が低い冷媒マイナス18度 C の方が比較的流量はありました。このあたり、冷媒の流量と低温環境のトレードオフな関係が見えますね。じゃあ冷媒によって冷却性能にどんな影響があったかというと、ほとんど見られませんでした。常温環境の CPU 温度の結果はほぼ横並びです。消費電力と環境温度も考慮される熱抵抗だとばらつきますが、違いは 2% 以内です。低温環境の結果も CPU 温度はほぼ同じ。熱抵抗の違いも 2-3% です。冷媒を変えたことで流量には変化が見られましたが、冷却性能には影響しない。先ほどの低流量になったフリーズモッドの方がよく冷えたという結果と似たようなものになりました。今回の結果をまとめると、水枕と冷媒を変えたら冷媒の流量には影響が見られましたが、冷却性能においては常温環境下だと特段の変化はありませんでした。低温環境下で流量が小さくなると水枕の違いによる冷却性能への影響が確認できましたが、冷媒の違いによる影響は確認できませんでした。なお現状の水冷加圧構成だと冷媒の流量と冷却性能には相関関係はないようです。という感じでした。まあ流量と冷却性能に相関関係がないというのは、今回の構成の場合は、というところが強そうです。さすがにポンプを止めて流量ゼロだと CPU 温度が上がりますし、今回の場合は流量が十分に確保されていたから多少減っても問題なかった、そんなところでしょう。ということはポンプを強力なものに変えても、流量が十分だったのがさらに十分になるだけで、冷却性能的には影響しないんでしょうね。ってこの話、メントスコーラ CPU クーラーでも紹介しましたか。じゃあ今回の検証で水枕と冷媒を変更して大きな変化は起きず、流量は十分っぽい点からポンプも無関係とすると、残ったラジエータ側の影響が現状の構成だと大きいってことなんですかね。まあ今使っているラジエータは厚さは65ミリと分厚いものですけど、長さは120ミリなので短いですし、確認はしていませんが低温下でラジエータにつけていたファンも、回転数が落ちていた可能性があります。ラジエータサイズが小さくて放熱表面積が足りず、さらに低温下でファン風量が減っていたら、冷却性能が悪くなりそうです。これも以前どこかで話したような、というかラジエータを大きく、というより長いサイズのものにしたら冷却性能が改善するかもしれませんが、ラジエータという冷媒にとっては流れにくい流路の区間が長くなるから流量が減って、流量が減ると水枕の影響が大きくなるからいい水枕に変えるけど、いい水枕はフィンの構造が細かくて冷媒が流れにくくなるからさらに流量が減って、で流量が減りすぎてマージンが少なくなって、ポンプや冷媒をいいものにして流量を回復させる。こんな未来もあるんですかね。そしたらラジエータを複数使ったり、CPU 冷却の他にブラボ冷却も水冷に組み込んでもポンプが重要になるかも。水冷って結構全体的なバランスというか、構成によって水冷パーツの重要度が変わりそうです。冷凍庫 PC は今のところ CPU 冷却だけですが、今後ブラボやメモリ、マザーボードなども水冷化させるかもしれないため、状況に応じてまた水冷パーツの検証をすることになりそうです。直近だとラジエータを交換したらですかね。またその時に検証するとしましょう。以上、今回の紹介でした。今回で冷凍庫 PC で検証したかった4項目が一応終了しました。第1弾では CPU の個体差やオーバークロック耐性を調べて、第2弾から第4弾では低温化による冷却性能悪化について調べました。低温化による冷却性能悪化の原因は半分くらい CPU グリスだと分かりましたし、検証の中で根本的に冷却性能が大幅に改善し、検証開始時よりも CPU を冷やしやすくなりました。まあ、残り半分の原因を見極めていないところが心残りですが、次回は以前より冷やせるようになった冷凍庫 PC がどこまで動かせるようになったか見るために、検証第1弾の再挑戦という感じで CPU の個体差、オーバークロック耐性について確認します。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。